月子も疲れたろ、送っていくよ。まあ疲れはしたけど、こうに心配されるほどじゃ。あれ、月子、月子さん大丈夫？ちょっとめまいしただけ。お前の方こそ無理なんかできる状態じゃねえだろうが。こうのこと笑えないな。お姉さんとして恥ずかしいことしちゃった。言ってろバカ。悪い、俺月子のこと病院まで送ってくるわ。後のこと任せていいか？え、ああ、わかった。こっちはこっちで何とかするさ。早く行け。すまねえ、恩に着る。行くぞ月子、すぐだからな。うん、分かった。ごめんなさいね、さゆさん。あのこれからもコウと仲良くしてあげてね。はい。何言ってんだ月子。ほら行くぞ。もうこうってば。それじゃあ私たちは救急車の手配でもしましょうか。ミュンヒハウゼ。はあ、すでに準備は整っております。私はもう行くわ。 OK だ。俺も調べ物がある。一緒に行かせてもらおう。そうね、よく考えたら帰りもちゃんとエスコートしてもらわないと。そうだな。ま、わかった、そうさせてもらおう。さて、気絶してるだけなら救急車の方に任せるのがいいだろうな。ん？どうした、メイ？これは寝てしまっていますね。ああ、単に寝てるだけみたいだな。多分頑張りすぎたんだろう。見ての通り、体はまだ子供だからな。仕方ないと。すまない、どうも君を送っていきそうにないみたいだ。大丈夫かい？大丈夫かと言われましても、別に問題などはないと思うのですが。そういうことじゃないんだけどな。まあ、いっか。気をつけるんだよ。はい、そちらこそお気をつけて。孝太郎さんに任せるって言われましたし。これでほぼ終わりですね。警察への説明はミュンヒハウゼンさんがやってくれるはず。私はいらぬ詮議をされぬようそろそろ立ち去らないと。なのに、どうして私はこんなに落ち込んでいるのだろう。
なのに、どうして私はこんなに寂しいのだろう。私が怖がっていた通りだった。あの人は疲れきり、足もなえて横たわっていたにもかかわらず、月子さんの膝の上で笑っていた。あの人は今日一日ずっとあの笑顔で月子さんと一緒にいたんだろうか。見たくなかった。やっぱり来るんじゃなかった。警察が来る前にここを立ち去らないと。でもどこに帰ればいいの。よく考えたら、私にもともと帰る場所などなかった。兵器であることをやめた兵器に帰る場所なんて、たった一つの小太郎さんが。あ、さよさんだ。え、今のは確か小太郎さんの後輩の。さよさんだ、さよさんだ、さよさんだ。はーい、さよさんだ。さよさんも来てくれたんですね、学園祭。え、はい、ついさっき来たところですけど。そうだったんですか。それじゃあ騒動があってめちゃくちゃになっちゃった後ですよね。いろいろ見せたかったのに残念だな。ごめんなさい。学園祭は楽しいと聞いてはいたのですが。あ、でも。あ、はい、何でしょう。学園祭以外にもクラブの発表会とかで楽しいことたくさんありますから、またご招待しますね。それはとても嬉しいです。ぜひお願いします。はい、今度は先輩と一緒に来てくださいね。あれ、そういえば先輩は一緒じゃないんですか。光太郎さんは。はあ、さてはまたですね。またですか。先輩、何かあるとすぐ周りが見えなくなっちゃうんです。今日も多分いつもの調子で突っ走るか、怪我した人を運ぶかでどっか行っちゃったんでしょう。ええ、そうです。人を運んで。先輩ってば、どうしてこうちょっとつ盲信なんだろう。いっつもこうなんです。僕たち先輩といると気をつけないとすぐ置いてけぼりで。だから別に先輩に悪気があるとかそういうことは絶対にありませんから。あ、気が利かないって言われるとそうかもしれませんけど。私別に怒ったりとかはしてませんから。その。あれ、違うんですか。じゃあ、もしかして僕の早とちり。いえ、慰めようとしてくださったのはとても嬉しいです。ありがとうございます。ごめんなさい。僕も実は先輩のこと全然言えた立場じゃないんです。
いつも早とちりばっかりで。確かあだ名が内太郎さんでしたっけ。あ、覚えてくれてたんだ、嬉しいです。僕、先輩みたいになりたかったから、そう呼ばれるようになってとっても嬉しいんです。今は早とちりでブレーキ効かないからそう言われてるだけだけれど、いつか本当に先輩みたいに立派な人だからってそう呼ばれるようになりたいんです。頑張っていればあなたならいつかはそうなれますよ。わあ、先輩の彼女さんにお墨付きもらっちゃった。僕頑張りますね。ええ。夜も遅いですし、そろそろ帰りましょう。多分高太郎さんも直接帰るでしょうし。ああ、それじゃあ僕駅まで送っていきます。え、だってあんなことがあった後ですし、先輩の彼女さんを一人で返すなんて僕にはできません。大丈夫です、僕だって一応男ですから。そうですね、では駅まで送ってくださいな。はい。こちらの方が近道なんですか。はい、前に先輩に教えてもらいました。その時は結局どうなったんですか。列車に轢かれそうになりながら、なんとか子猫を助けて戻ってきました。でもその猫は別の猫だったんです。先輩、大変な思いで助けたのに探してる猫じゃなかったんだ。ええ、でもどうせ目の前で危ない目に遭ってんだ、探してる猫かどうか問題じゃないと言って全然気にしてませんでした。先輩らしいや。羨ましいな、さよさんのこと。先輩のそばにいられるんでしょ。そばと言っても別にそんなにそばなわけじゃ。ああ、ダメですよ、そんなんじゃ。先輩鈍いんですから、もっときっぱりはっきりしないと。せっかくお似合いなんですからね、頑張りましょう、さよさんも。ええ、はい。何者です。なんですか、一体あなたたちは。言葉をつぐんで私の背後に。でもさよさん、いけません。この相手はあなたの想像の外の存在です。あなたの手には負えない。
なんだと？早い！あなたたち、一体何を企んでいるのです？うぜえ！火力の集中！フォーメーションを崩すな！ダメだ！向こうの方が速い！おかしい。本当に何の目的で？仕方ない。総員、リミッター解除！多少の被害は構わん！やれ！愚かな。手加減できるうちならば命ながらえることもできたでしょうに。あなたたちが何を企もうと、その謀略決して実りはしない。ただ立ち枯れて風に消えゆくのみ。そこの小僧だ。そこの小僧の覚悟を優先しろ。そうすれば動きも鈍る。させません。大丈夫ですか？どうしたのです？怪我でも？そうか、そうですよね。やだ。レイさん。私。おっと、危ない。え、ぐわっ。気になって戻ってきてみれば大変なことになってるじゃないか。この絵さん、事情は分からんが、まずはこいつらを何とかしてからだ。はい。バラの騎士だと？一帯を封鎖していた別動隊は何をやってるんだ？俺がここにいる以上、答えは明白だろ。みんなおねんねしてもらったさ。この戦力では。はい、了解しました。全体撤収、退却する。痕跡消去、マーク6、急げ。